こんにちは、チョメです。7年目第28章ストーリーパート5分の1からやっていきます。シカンダーとアグル学の教室にやってきました。フリートウィック先生もいます。よく来たね、ミスターゲームズ、ミスヘイデン、フリートウィック先生。フリートウィック先生かな、笑ってます。ローラースケートが左にいっぱいありました。フリートウィック先生はどうしたんだい、何がそんなにおかしいんだい。マグロ道具に呪いをかけられたんです先生。僕たちがここに来たのはそれが理由なんです。魔法を使わずにこの呪われた CD を壊さないといけないんですが、手伝ってもらえませんか。私に手伝ってほしいって。もちろんだとも。コンパクトディスクを壊すのはすごく簡単だよ。マグロがよく使うのは再生できなくなるまで爪で表面を引っ掛けて方法だ。そもそもどうしてそんなことをするのか私にもわからないが、とにかく私が爪で引っ掛けてみるからディスクを渡してくれ。先生、実はそれが問題なんです。この乗られた CD に触ると呪いにかかってしまうんです。つまりディスクに触らず壊す必要があるのか。それはなかなか困った問題だね。もしかすると他のマグロ道具を使えば壊すことができるかもしれない。この CD を壊すのに使えそうなものがないか教室を探してみよう。3時間星3個で合格。教室を調べる。電子レンジに入れるとかするのかな、どうなんだろうね。考えましょう。この部屋にあるもので呪われた CD を壊せるものってなんだろう。ヘアスプレーとかもあるけど、これは壊せないよな。これはマグのロック音楽に不可欠なものなんだよ。協力してくれてありがとうございます、シカンダー先生。 CD もちょっとタップしていこうか。ちょっと怖いけどね。触れちゃいけないものは分かっているのに衝動を抑えられない自分がいる。私のマグロの世界の知識がいつか役に立つと思います。アヒルもあるけどね。タップしてみよう。ゴム製のアヒルの機能についてはずっと前から議論されている。はははは、はははは、またずっと笑ってますね。ここにあるマグロ道具は半分もわからないよ。シカンダー先生は本当に仕事熱心だね。この部屋に呪いを壊せるものがあるはずだ。右、ほら、電子レンジがタップできるようになってる。気づく。マグロはこれを使って朝食用のブリトーやミニサイズの。すごいコレクションだと思わない、チョメ。こんなたくさんのマグロ道具見たことないわ。手を貸すよ。きっと役に立てると思う。はい、星5個。チケットももらえるからフルでやってます。ゲット。この呪われた CD を壊せそうな道具がいくつか見つかったね。だがどのマグロ道具を使って呪われた CD を壊すのが一番いいんだろう。電子レンジじゃないかな。でもみんな多分電子レンジ選んでからさやると思うから、ゴム製のアヒルとかの選択肢も見てみたいっていうのがあるんだけど。すまん、みんなこれゴム製のアヒル選ばしてくれ。ゴム製のアヒルを使ってみたらどうですか。多分電子レンジだと思うけど。それはものすごく意外なところをついてきたね。残念だがゴム製のアヒルではどうにもならないと思うよ。もっと考えた方が良さそうだ。君の熱意はすごくいいと思うが、もっと別の選択肢を考えてみよう。選べるみたいな感じか。じゃあ多分電子レンジだと思うからヘアスプレー選んでみるか。ヘアスプレーを使いましょう。面白い選択だね。ヘアスプレーは何かを立たせたり体に使ったりするのにいいし、可燃性もすごく高い。 CD を壊すどころかこの教室を燃やし尽くせるほどの強力なファイヤーボールを作り出すことができると思うよ。残念だが責任感の強いホグワーツの教員としてそのような事例を引き起こすわけにはいかない。別の方法を考える必要がある。もっと安全でありながらちょっとエッジの効いた方法をね。よかった、バカ正直に電子レンジ選ばなくて。電子レンジを使いましょう。ああ、それは素晴らしいアイデアだ。電子レンジは食べ物のために設計されていて、食べ物以外は壊してしまう傾向があるんだ。その CD を入れて最高設定でオンにすれば、電子レンジがディスクを壊してくれるかもしれない。やってみよう。電子レンジも壊れちゃうんじゃないのかな。大丈夫なのこれ。しかもなんかめっちゃ古そうな電子レンジだぞ。気をつけるんだ。手が触れないように慎重にするんだ。なんか私の家にあるのと全然違うんだけど。でもマグロの装置はホグワーツでは機能しないんじゃないですか。その通りだ、ミスヘイデン。幸いこの電子レンジはホグワーツの敷地内でも使えるように魔法で手を加えてあるんだよ。なんかめっちゃアナログだよな。準備できました。あとはオンにするだけですね。これは家でやっちゃダメだよ。さあオンにするぞ。回すだけなのかな。魔法かけてる。でもシカンダー先生もすごく協力的にやってる。ほらほらほら、電子レンジも壊れちゃう。やばいやばいやばい。なんか面白いな、やっぱり。チンという音は終わったという意味だよ。
うまくいったんですか、フリットエッグ先生。大丈夫ですか。あ、CD が壊れたら治るのか。よかった。食事とかもできなかったもんね。電子レンジ最強やな。うまくいった。呪いが破られた。やった。手助けできたぞ。誰かの力になれたのは初めてだ。ありがとうございました、シカンダー先生。先生のおかげです。これくらい何でもないよ。まあ何でもないことはないが、この謎を解くのに大きく貢献したわけだしね。それじゃあ私はフィットイク先生をマダムポンフリーのところに連れていくよ。のど飴みたいなものが必要だからね。またこういうことがあったら知らせてくれ。なんかめっちゃ親切なんだけど。フィットイク先生と一緒にいた。私ラスボスかもって言ったのすいませんでした。兄さんたちにかかった呪いも解けたのかな？確かめに行かなきゃ。ちょっと待ってちょめ。その前に片付けなきゃいけないことがあるわ。例の二重スパイの件で。そうだった。メルーラと会って R の情報を集める計画を話し合わないと。もちろん、本当に協力する気があるならね。魔法道具の部屋で会うって言ってたな。そこに行って計画を練ろう。なんか、チョメも R に本当加入しそうな気もしてきたな。何が起こるか分かんないからね、ホグミスだから。メルーラと話す。今なら誰もいないわ。魔法道具の部屋まで来て話し合いましょう。で、この先生たちがみんな敵になるというね、未来もあるからね。マグル道具の部屋はこんな感じですね。結構この授業私楽しみなんですよ。コーリーと一緒に魔法道具の部屋にやってきました。やっと来たわね。待ってたよ。誰にも見られなかったでしょうね。うん、大丈夫だ。僕たちがここにいることは誰も知らない。そう、それは良かったわ。私は誰かに見られるわけにはいかないから。私が二重スパイになったことを R に知られたら、あいつらがどんな行動に出るか私にもわからないもの。本当？そもそもこれが R の計画の一部だって可能性もあるわ。あなたがチョメを攻撃したことや、その他のこと忘れてないわよ。なんかいきなりコーリーが怒っちゃったんだけど、どうしたんだろう。それじゃあ私のことを信じてって言う以外ないわね、ヘイデン。僕はもうメルーラを許してるよ。間違った決断をしたのは事実だけど、それを心から悔やんでると思う。メルーラを信用すると言っても、過去の過ちをなかったことにするわけじゃない。許すことを忘れることを違うから。断言するわ。私は絶対忘れない。分かったふりするんじゃないわよ、ヘイデン。ゲームズと私の付き合いはあんたなんかよりずっと長いんだから。もう言い合いはその辺にしましょう。味方同士だったことを忘れないでくれ。もう一度チャンスをくれたのは感謝してるわ。友達を守るためにできることをしたの。私はやっぱり信用できないわ。メルーラは何かを企んでると思う。それが何かはまだわからないけど。メルーラが今までやってきたことを考えたら信用なんてできないわ。一番右にしてみるか。かっこいいよね、なんかセリフが。メルーラを信用できないなら僕を信用してくれ。僕はメルーラを手助けしたがってると思うし、過去の過ちを償いと思ってると思う。これは R の一歩先に行くチャンスなんだ。だから彼女を信用できないなら協力するって僕の判断を信用してくれないか。あなたがそう言うなら。いいね、なんかすごくかっこいいチョメが。 R を倒せるならお互いに信頼し合ってないとダメだ。それが簡単にメンバーを切り捨てるあいつらにはない。僕たちの強みになる。わかった。それでいいわ。二重スパイ作戦を決行させましょう。よかった。それじゃあ作戦の説明するよ。8時間星5個で合格。計画について話し合う。メルーラが二重スパイになってくれたらものすごく有利になる。私が二重スパイを引き受けたのは友達を守りたいからよ。ドクロもありますね、いつも通り。 R に僕たちの計画を暴れた時はどうするのなんて考えたくもない。私を信用してないの、チョメ。これがうまくいけば R を上手に取れるってことなんだ。あなたのことは完全に信用してないからね、メルーラ。ちょっと怖いけどワクワクしてるわ。お、いつも通りの講義に戻ってきたか。ようやく R の上手を取れるかもしれないわよ。R に僕たちの計画を知られたら何が起こるかわからない。情報を伝達する場所としてこの部屋を使うといいかな。なんかバレそうな感じするけどね、大丈夫かな。メルーラが二重スパイになってくれたらものすごい有利になる。じゃあこれやっておきます。ループになったからね。今回カエルチョコのボーナスも運よくゲットできました。簡単にはいかないけど、できる限り R の情報を送るようにするわ。それには R の知らない連絡方法を考える必要があるわね。それはコーリーに頼めるよ。 R でさえ彼女が僕たちを手伝ってることを知らないから、コーリーが連絡係になってくれれば R に気づかれずに情報をやり取りすることができる。私が二重スパイ作戦の要になるってことね。これはコーンブッシュとパーシーモンズのリビンズ・ストーン・ポッチのデッドドロップって小説みたいだわ。
それじゃあ連絡方法は決まりだな。3人で協力すればきっと R の上手を取れるようになる。さて、それじゃあ僕は兄さんたちのお見舞いに行かないと。僕に話があるなら正マンゴまで連絡をくれ。なんか行ったり来たり本当してるよね。ジェイコブの様子を確認する。今正マンゴは忙しいから後にしてくれ。ジェイコブのお見舞いができるようになったら袋を送るよ。3時間待ちになりました。時間になったので続きやっていきますね。すごく楽しみです。チョメ戻ってきたのか。君と話したいって人がいるんだ。治ってるね、よかった。やあチビスケ、兄さん良くなったんだな。すごく心配してたんだよ。ああもう大丈夫だ。喉がちょっと痛いけどもう笑わなくて済んだ。それじゃあ呪いが解けたってことだよな。他のみんなも大丈夫なのか。あ、よかった、治ってる。ええ、ミスターゲームズ、呪いにかかった人たちは全員回復しました。マダムストラウト、もう調子はいいんですか。ええ、ある程度は。呪いにかかった人たちに喉飴と栄養価の高いスープを配れるようにまでなりました。笑いは魂を癒してくれますが、過剰な笑いは体力を消耗させることもあるのです。マダムストラウト、僕はウィゼガンモット裁判で証言しないといけないんですが、裁判に行っても大丈夫ですか？ええ、大丈夫でしょう。ですが、今は体を休めて体調を取り戻すことに専念してください。わかりました。もうすでに体調が戻ってきてるし、もう少し休むことにします。どうやら一緒に証言できそうだな、チョメ。一人で証言しなきゃいけないかもって思った時は不安だったが、全然。少しだけ。とにかく回復してよかった。一番右にしとこう。僕はとにかくちゃんと呪いが解けたことが何よりも嬉しいよ、兄さん。これで兄さんに呪いをかけた奴らに一緒に裁きを下すことができる。そうだな、チビスケ。ウィゼガンモット裁判でお前がいてくれるのは頼もしいよ。最後には何もかもうまくいくって僕には分かったよ。あの白鳥のパトローナスが見守ってくれてたんだからな。ええ、本当にその通りですよ、ミスターウィンガー。あのパトローナスを出したのは私ですから。あなたが？ええ、あなたのお母様が亡くなった時の話です。彼女とはとても仲良くさせてもらいました。彼女が亡くなった時、私は悲しみに暮れました。そのせいか、私のパトローナスは彼女の動物もどきの姿に似るように変わっていったのです。あの美しい白鳥の姿に。今までは私は彼女のことを考えるためにパトローナスを出して廊下を徘徊させたのです。かつて彼女がそうしたように。いいお話ですね。だからあのパトローナスには温かいものを感じたのか。最近は特にあなたのお母様のことを考えるのです、ミスターウィンガー。あなたが病院に実習に来ていますし、彼女の命日が近いので、あなたを見ていると彼女のことを少し思い出します。彼女のいいところをしっかり受け継いでいますね。控えめで繊細で思いやりがあって本当にそっくりです。本当ですね、タルボットはお母さんに似たんですね。君もそう思うのか、チョメ。そのうちのどれが特に似てると思うんだ。思いやりのあるところあるよね、結構。思いやりがあるところだよ。君は自分のことばかりじゃなくて、ちゃんと人の話に耳を傾けてくれるし、他の人がどう感じているのか考えてもくれるもんな。友達としても信頼できるし、何でも打ち明けようって思える。僕は考えにふけることが多すぎて自分では思っていたけど、別にそれは悪いことじゃないのかもしれないな。このことは後で袋小屋でじっくりと考えることにするよ。ほら、君が言ってるのはまさにそれだよ。あなたのお母様も全く同じでしたよ。彼女が生きてたら、あなたが彼女と同じ道を歩んでいるのを見て、誇らしげに思うでしょ、ミスターウィンガー。人生において一緒に過ごす家族や友達ほど大切なものはない。今一緒にいる人たち、もう会えなくなってしまった人たち、一緒に共有した思い出を振り返る時間を作るのはすごく大事なことだ。3時間星5個で合格、思い出に振り返る。はい、今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回このパート5分の3後半やっていきます。